どうも、ヘビです。クチナナです。はい、久々パスタシリーズ、ディタカナイです。はい、パスタシリーズ、まずパスタ 100g 今茹でてみます。はい、ます。あと3分で多分茹で終わるんで、タレを作ります。はい、今回も3つで用意しました。まずこちら、はい、チャーシュー、焼き豚、焼き豚イマジオの、なんかタレ、元、はい、そしてニンニクです。味噌、はい、うまそう。そして最後こちらですね、はい、ホイップクリームです。まずはね、ちょっと弱火でいいよ。弱火で、で、まずこのニンニクを潰していきます。はい、はい、潰します。この棒でね、はい、はい、ボリボリと。あ、作れる。はい、OK です。はい、そしたらまずオリーブオイル、オリーブオイルドボッと飲むといいかな。はい、では、火をつけます。はい、そのままで、あ、多いね、もう結晶、あとね、余熱で、余熱で、はい、そのままでニンニクをね、美味しいんで、そのまま食べても美味しい、うん、ニンニク伝説。なるほど、ちょっと分かったかもしれません。開け口こっちだ、下なんだけど開け口、素晴らしい。開けて、はい、で、ここに潰したニンニクを、はい、で、まだ、あ、あ、一応これって何、カツオ味かな、言ったっけ、味噌、え、味噌らしい。あ、そうなんだ、うん、味噌って書いてある、書いてある。はい、絞り出す、口縄、何が何でも全部絞り出す口縄です。よし、はい、次はここにクリームを入れます。炒めていきます。この下に肉を炒めていきます。ちょっと潰れてないですね。あ、それ潰れてない、まあ食感がいいんじゃないですか。手筋、潰す必要なんじゃなかったんです。そしてここに、これ、はい、まだね、これ2つ入ってるんだよ、これ、このタレをね、入れていきましょう。いいね、そう、ニンニクの香りだいぶ出たね。いいんじゃないですかね。じゃあ、切り口で、はい、焼き豚、マシオ、いいね、入れていきます。はい、どうしても絞りたかった。はい、はい、落としていく。そしてうま塩の具、具ですね。あ、もういいね、めっちゃいいね。こっちかな、そう、最後に食べた方がいいですね。はい、はい、もう次ではちょっとこれ出汁汁をね、出汁汁、いえい、チョコクレーってこれ、そこに最後、最後仕上げ、これさ、お二つにする、うん、する、後で入れる、後だけど、そう、後掛け、後掛けポイプ、いいじゃないですか。あ、ここに混ぜずに、ちょっとこれ味見してみないで、どうぞ。美味しいな、なんかそのままでいい気がするな。はい、ホイップクリーム入れます。あ、後で入れる、後で入れるね、うん、かける感じで一口食べていくんでしょ。 OK、 そこにパスタを 100g 入れます。まあこれでもそうですけど、まあこれじゃ面白くないからね。いつも2人分作ってるのがめんどくさいから、めんどくさい、ね、大変なんだよ、2人は、うん、1人分味付けとかもよかし、ちょうどいいぐらいだね、うん、試作としてはいい感じだね。いや、美味しそうだよね。そうそう、あと生クリームどれぐらい入れるか、なんかホイップ、まあ、適当で、適当でいい、OK、
出来上がり。はい、完成です。たっぷり、いい匂い、ちょっと焦げの匂いする、マジで、うん、少しここで最後焦がす。で、あれ持ってきてもらって、お皿持ってきますか。持ってた、あるの、これでも、それで、はい、なんでこれ持ってっちゃった。じゃあこっち入れちゃいましょう。お願いします。はい、おお、おいい、いいんじゃない。でも中華料理、中華料理全然違う。今日は食べてください。まず食べてます。はい。はい、じゃあ入れてます。まずこのまま。あ、はい。じゃあ自分もいただきます。菜箸ですいませんね、いただきます。あ、味が濃い。中が濃い。美味しいけど味濃いの。味濃い。うん、ああ、マジか。ちょっとあれか。牛肉だけでもいいかと。まずい、まずい。うん、これ薄いよりはいい。うん、これでいい。うん、あ、濃いね、ちょっと。うん、そして、ここに生クリームね。生クリーム、どれぐらい、一回転、あ、これでいい、これでいい、これでいい。さすがにちょっとやばいかもしれない。これ普通にさ、鍋の中で食える。そうだね、それだかった。それでいい、うん、戻すって、戻す、はい、はい、ここでかき混ぜて、でいただきましょうか。でいただきましょうか。うわ、香りが変わった。食べるとこみたいな、ちょっとで、俺がもそうです、はい、うまい、プロの味だった、やばいよ。ほら来た、まろやか、いただきます。うん、あ、もう匂いじゃん。うん、あとニンニクとくっていうの絶対うまい。うん、ホイップでこんな違うね、引き立った味、うん、うまっ、プロの味だ、いろんな味が混ざってる、うん、美味しいじゃん。美味しいです。うん、はい、もう入れなくていい。もう入れなくていい。いい、入れなくていい。やばい、入れすぎた。なんで入れようとするの。入れなくていいって言うのにすぐ入れようとする。まだ。絶対一回じゃ諦めないか。はい。はい。美味しいです。美味しい。で、皆さんも試してみてください。何かありますか、コメントは。いいですか。いや、もう80点。80点。あ、そうだね。はい、そうだ、点数ね。ヘビは70点。70点です。僕は70点。辛口です。じゃあ皆さんもぜひ試してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。